はい、コズの大趣味部屋へようこそ。今回はね、もうすでに出てます。もうね、コンプする気満々ですね。はい、こちら、ニフォルメーションからワンピース大海賊シールウェハース第3弾。ということでね、こちら、3ボックス購入しました。本当に3ボックスだけですね。はい、4ボックスはないよ。はい。ということでね、こちらを開封していきたいと思います。3ボックスで果たしてコンプできるかなって感じだよな。運が良ければ3ボックスでコンプできると思いますけれども、まあ、そうはいかないんですよね、今までがね、うん、でね、これちょっとね、アップが遅れたんですけれども、発売してね、ちょっと1週間2週間ぐらい経っちゃってるのかな。というのもね、実はね、これ以外にもね、10月に発売されたもの、それをね、私ね、まとめ発送にしてて、届くのが月末になっちゃうんですよ。全部まとめてきたんですよね。はい。10月分の注文のやつが全部まとめて一気に月末に来たっていう感じなんで、ちょっとね、他のも開封するやつがいろいろあるんですよ。まあ、その中でもね、もう一つの姉妹チャンネルであるね、そちらの方での開封もあります。はい。こちらではなくね、もう一つの姉妹チャンネルでの開封もあります。なのでね、そちらもぜひね、チャンネル登録していただければなと思います。とりあえず今回はこちらワンピースをね、開封していきたいと思います。では早速ね、ボックス開けてパッケージをね、見ていきましょう。はい、ではね、上の方全部カットしましたんでね。はい、でパッケージはこの2種類かな、この2種類ですね。はい、では早速ね、1個目開封しましょう。いきます、せーの。あ、キットね。はい、キャプテンキット。これは何だろう。あ、スーパーレアですね。09スーパーレア。あ、ここにデータとか入ってるんですね。誕生日とかね、出身。なるほど。はい。はい、いきます。せーの。あ、たしぎ。たしぎ。6番、ノーマルですね。はい、いきます。せーの。お、ルフィ。これは1番じゃないかな。あれ、8番だった。スーパーレア。はい、ルフィ。はい、せーの。あ、これは金。あ、これ金色。ブラックマリア。これは、あ、レアなんだ。あ、なんか黄色豪華だなと思ったんだけど。27番レアブラックマリア。はい、せーの。おお、来ましたね、金キラキラキラ。 GR26 番ロビン GR。 せーの。あ、レイリーレアですね。19番レイリー。はい、せーの。あ、スモーク。はい、ノーマル5番スモーカー。せーの。フーズフーレア25番。せーの。ベッチですね。16番スーパーレア。せーの。はっちゃん。はっちゃん。20番ノーマル。はい、せーの。あれ、ダフった。早速来ましたね、ダブリ。
せーの、あ、フルージー、はい、17番スーパーレア、せーの、あ、アルベル、アルピダ、アルビダ、4番ノーマル、せーの、ああ来ましたね、ナミ GR でしょう、はい、グランドレア、せーの、ああダブった、せーの、あ、ロー来ましたね、ロー、スーパーレアのロー、7番、せーの、あ、持ってない、ケイミー、21番ノーマル、せーの、あ、持ってる、せーの、これは全員集合じゃないか、全員集合、うわすげえ、キラキラしてるし、箱押し、 SGR11 人のルーキー、金賞金が億を超えるルーキーたち、うわこれがスーパーグランドレア、スーパーグランドレア、ラインナップにこれ一種類しかないんですね、うわいいね、はい、ワンボックスラスト、せーの、あ、ウルティ持ってない、ウルティ、はい、23番レアウルティということでね、ワンボックスで W は3枚ということで17種揃いました、はい、17種で、これ全何種なんだっけ、全27種プラスシークレット2種なんでね、全然ですね、17なんで、あと12、あと12、いやーこれは揃わない気がしてきた、はいはい、2箱目突入です。一応ねここからいつものごとくね、ダブリが多く予想されますので、持ってないのが出たらそこでストップしますんでね、それまではサクサクと開封していきたいと思います。では早速1枚目、出ないの来ました、2個目で、やべえ、かっけえエース、めっちゃかっけえ、あっ、シークシークレットだった、もうシークレットの1、エースなんだ、もうかっけえ、これはすごい、かっこいい、いや、いいね、これね。はい。シークレットの1枚目はエースでした。あ、これは持ってない。全員集合かと思ったけど一瞬。グランドレアですね。はい。あ、これが1番だ。01番。はい。麦わらの一味。はい。これも持ってないな、ドレーク、はい、スーパーレアのドレーク、12番、はい、あ、これも持ってなかった、スクラッチメンアップ、スーパーレア、15番、まあソロ来た、
持ってなかったぞろ。10番スーパーレア、はい、おお、これまた来ましたね。ヤマト来た。これは出ました、シークレット2。一箱にシークレットが2枚揃いましたね。すげえボックスだこれ。うお、いいなあ。ヤマトもいい、これ。はい、シークレット2番目ヤマト。ああ、これ持ってなかった、アキラ。はい、11番スーパーレア。はい、というね、2ボックス目めちゃくちゃ当たりでしたね。まさかのシークレットが2枚出ましたね。シークレット2枚入りのボックスでした。いや、すげえ。はい、こんだけ持ってないのが出ました。さっき17種だったんで、18、19、20、21、22、23、24なんで、あと5枚足んない。あと5枚だよ。はい、ここからはね、サドンデスということで、残り5枚なんでね、とりあえず1枚ずつね、カットして、揃った時点で終わりにしたいと思いますが、いつも全部カットしちゃうんですけれどもね、淡い期待を抱きながら開封していきたいと思います。これまたいいの出たけど持ってるんだよね。ダブリ。ああ、持ってない。やっと出た、持ってないの。バギー。バギー持ってなかった。3番、ノーマル。ああ、持ってない。ドラゴン。モンキー D ドラゴン。2番レアドラゴン。あ、ボニー持ってなかったか。あ、持ってないね。スーパーレア14番、ボニー。はい、持ってるんだけど、まあ、でも嬉しいな。ダブリでもシークレット。はい、ということでね、残りが2つ、残り2つであと2枚なんですよね、コンプまで。これ揃わないね。あー、終わった、コンプならず。はい、ラスト1枚、せめて持ってないの出てくれ。うわ、持ってる。これ何が出てないんだろうな。ホーキンスがないかも。バジル・ホーキンス出てないな、多分。あ、あとジンベイか。ジンベイとホーキンス、これが出ればコンプです。マジか。はい、ということでね、ワンピースニフォルメーションシールウェアス、こちらね、3ボックス開封しましたけれども、コンプならず。いや、やっぱこのシリーズはコンプないな、難しい。はい、まあね、皆さんもね、コンビニとかに置いてありますんでね、もし見かけたら1枚でもね、買ってみてはいかがでしょうか。ということで、
今回の開封は以上になります。ぜひこの機会にね、チャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。